韓国サッカー協会は、同国代表の次期監督を選定するために協会委員会を立ち上げ、ドイツ人のマイケル・ミュラー氏が技術委員長に就任したが、その人事に反対の声が上がっている。韓国メディア、スターニュースによると、前ベトナム代表監督のパク・ツネオ氏、パク・ハンソイコール64が14日に帰国した際、報道陣に技術委員長を務めるミュラー氏について、私の考えでは、技術委員長は自国の人にしなければならない。外国人にしたのは望ましくない、と持論を展開した。先月にも、ミュラー氏の選任は、パク氏には外国人指揮官ありきの姿勢と映ったようで、外国人が技術委員長になったことは意外だった。ドイツ出身の技術委員長が、韓国人指導者たちの力量をどれほど知っているのだろうか。韓国にも有能な指導者が多い。代表チームの指揮を取れる指導者がいると思う、と語っていた、パク氏といえば、2021年11月にカタール W 杯アジア最終予選で森保ジャパンと対戦した時のこと。ベトナムでプレー経験のある松井大輔が、ラズン中継の解説で、パク監督すごい嫌いなんでね。日本が、日本製品を使わないとか、めちゃくちゃ言われたことがありますから、などとコメントしたことで日本でも話題になった。